デジタル領域がそもそも好きだったっていうのと、まあ、今後必ず必要になってくるっていうものだと思ったので、好きなことをやらせてもらっているってことに対してはすごくありがたいなと思いました。サントリー食品インターナショナルという会社でオタサーバーのウェブ広告およびソーシャルメディアの担当をしています。デジタル領域がほとんど担当をしていて、ウェブの広告であったりソーシャルメディア、あとはまあ細かい話でサイト制作とか申し込み画面とかの改定だったりっていうのを担当しているというところです。デジタル領域は基本的に一人で今担当をしています。最初に配属されたのが2013年で、その時に全国展開をまあ立ち上げるタイミングだったので、その新規事業の立ち上げのタイミングで所属しました。01で、まあ、新しい事業を立ち上げるっていうのを3年目の若い時に学んだのはすごくいい経験だったと思います。もともとその大学時代の時から、まあ、新しい組織を作ったりするのが、まあ、好きだったっていうのは多分、まあ、面接だとか、まあ、人事の方とかとも話してて、多分そういうのがあったからかなっていうふうに勝手に思ってます学生時代も最も力入れたのが学生団体を作るっていうことで、1年生の時にフットサルのサークルを作って、2年生の時にインカレなんですけどボランティアの学生団体を作って、で3年の時に地域活性化をする、まあ、学生団体を作って、まあ、そういったようにゼロを1にするとか、まあ、チーム作りをするとか、その中で社会に関わっていくみたいなことがなんとなく好きだったというふうに考えてます。入社後量販店の営業をまずしていました。でその後2013年に家庭用のウォーターサーバー参入時の立ち上げのメンバーとして配属されました。でその後 CC レモンであったりオランジーナという、まあ、炭酸飲料の商品の、コミュニケーションだったりプロモーションの担当をして、その後またウォーターサーバーの部署に戻って今のウェブ広告であったりっていう、まあ、現職についています。デジマの担当になったのはそのウォーターサーバーの事業に2回目に戻った時からなんですけど、むしろその時は、まあ、デジタルのことをやることがむしろ好きで、その以前いた炭酸飲料のブランドをしてた時に炭酸飲料の LINE を立ち上げたり、していたので、まあ、そこで、まあ、デジタル領域がそもそも好きだったっていうのと、まあ、今後必ず必要になってくるっていうものだというふうに思ったので、まあ、そこに抵抗感はなかったですし、むしろ好きなことをやらせてもらっているってことに対してはすごくありがたいなと思いました。僕はそのやっぱりやってみなはれっていうことがまず一つあったのと、あとやっぱり環境に対する意識がやっぱり高いっていうのは一つ選ぶ軸としてはありました。自然環境とかそこに住む地域を守るっていうことまで考えてやってる会社ってそうなかなかいなくて、まあ、そこがやっぱり他の会社と違うところだったと思います。学生時代に一番記憶として残ってるのがゼミでの活動で農村調査実習っていうのに、まあ、行ったんですけど、山形県の長井市に行きまして、まあ、そこで循環型の町づくりっていうのを実体験をしたのがまあ一番記憶に残っていて、なかなかその自然環境を守るっていうことが行動に移すことがなかなか難しいんですけど、そういったことをまあ実現できてる場所に行ったっていうことと、自然環境を守っている会社っていうのがまあ多分結びついたんだと思います。すごい久しぶりですね。いやもう毎日本当に上がってたって思うぐらいきついですねもう最後の勾配がこうガクッと上がるところがきついんです。専攻は農業経済学という学問で、研究室では共生社会論というのを学んでいました。共生社会論というのは経済と自然との両立を目指す考え方で、まあ、どうしても経済的な考え方でいうと、まあ、短期的な収益とかがどうしても目に行きがちなんですけど、まあ、自然を守るってかなり時間をかけてやらなければならないことなので、まあ、環境に対してどう向き合っていくかっていう視点を学んだ、まあ、学問でもあります。環境っていうものに、まあ、目を向けるっていうことができるゼミだったっていうところと、まあ、先生の、まあ、雰囲気だとか、もともと商社に勤めていて、で辞められて共生社会っていう自然をどういうふうに守りながら経済発展するかっていう考え方が面白いっていうのと新しいって思ったので、
まあ、選びました。本で机で学ぶのと違って、そこにいる住民の声とかをフィードワークを通じて聞くことで、実際にまあその人が体験している言葉でまあ聞くっていうことが学生生活で一番大きかったなと思っていて、それをまあ机の上だけのまあ勉強とかでまあやっていたら、食品っていうものの価値とかそういうのを感じれなかったと思いますし、まあそういったものを感じれたっていうのが農学部に行ってよかったことだというふうに思います。農業経済学は、まあ、どちらかというと、まあ、消費者に近いっていうところが一番大きくて、いい商品だとしても結局それが伝わらなかったら意味がないというふうに思っているので、お客さんに近いってところを学ぶっていうのが、まあ、最もやりたかったことなので、そこを選んだというところです。うちの奥とかにあったと思います。ここら辺にいた気がします。緑が見えるからいいですよ。なんか普通のことを普通に大学生活をしていたら多分つまんなくなるだろうっていうふうに思ったので、とにかく何かしようって思って、まず始めたのが、まあ、旅なんですけど、バックパックで安宿で旅するみたいなことを始めて、そこで出会った人たちと何かしようっていうことで、フットサルも仲のいいたまたま大学の仲間がタイに旅に行ってた時に、まあ、じゃあそれ作ろうかみたいなので作ったっていう感じですかね、はい。サッカーやってた時に比べたら、こうやらなければならないことが少なくなったので、とにかくやんないとまずいだろっていう感じでした。まあ、サッカーをずっとやっていて辞めたっていうのが、まあ、一つのポイントで、それ以外になんか熱くなれるものってなんだろうっていうことを考えた時に、祖父が農業、まあ、その米の農家をしてたりしたっていうのと、まあ、自分が食品のアレルギーがあったりしたので、ちょっとそこが農学部っていうものを選んだ理由なので、まあ、そのサッカーが辞めた時に、まあ、何をするかっていうところが、まあ、一つのポイントだったと思いますし、まあ、そういう意味では大学選びっていうところが、まあ、一つのターニングポイントだったと思います。今マーケティングの仕事をしてますので、お客様にどういうふうに伝えるかとか、そういったものを突き詰めてやっていくっていうのが、まあ、3年から5年ぐらいはやっていきたいなと思ってます。でそれをしながら、まあ、事業全体とか経営的な視点っていうのを学んでいきたいっていうのが、まあ、当面の目標です。でその後はサントリーにサステナブルなことをやる部署もあるので、まあ、将来的にはそういった部署にも興味があります。こう強くする大学だと思います。自分が好きなものを何かっていうのを、まあ、やろうと思ったらいろんなことを提供してくれる、まあ、大学だと思いますし、まあ、自分の行動あるのみで、まあ、いろんな人から助けてもらえると思うので、まあ、まさに自分次第でこう強くできる、まあ、大学だというふうに思います、はい。